こんにちは、すみやです。今日はドワーフ3対シースターのスマート望遠鏡対決、ムーン編です。明け方に月がね、出ていたので、ドワーフ3とシースターで撮影してみました。で、ドワーフ3は月面ライブスタックが使えるので、1枚だと画質はそれほどでもないんですけれども、どんどん撮りためていくと非常に綺麗にね、映りました。それがライブで見れるっていうのがドワーフ3の一番のね、メリットだと思います。シースターでもね、ビデオで撮影して後でね、ビデオスタックすれば高解像度ができるんですけれども、ライブでは残念ながらできないんですね。シースターの解像度でライブで見ていてもね、十分月は綺麗に見えるんですけれども、ドワーフ3のライブでスタックしてくれる機能は優れものだと思いました。ドワーフ3でもスタックしないでね、見ることもできるんですけれども、ドワーフ3もシースターもね、ライブで見ると前を飛行機が通ったりとか、雲が通ったりとかね、イベントがあるので、楽しい撮影はもちろんできるんですけれども、月そのものをきれいに見るためにはね、ライブスタックの機能を使った方がいいと思いました。はい。で、この後ね、実際にドワーフ3とシースターでね、撮影している場面がありますので、ぜひご覧ください。どうぞ。ドワーフ3の設定なんですけれども、アストロモードにして、シャッタースピードを1万分の1、ゲインは110で私は撮ってみました。フィルターはね、VIS フィルターを使っています。風景を撮るフィルターですので、そんなに難しくないですね。で、ドワーフ3は月をね、ちゃんとトラッキングするモードがあるので、月の
ライブスタック映像がね、見れるっていう点で非常にね、優れていますね。シースターにもね、アップデートでそういう機能がそのうち入ってくるかもしれませんが、今のところね、残念ながらシースターには月のライブスタックをする機能は入っていませんので、その点ではドワーフ3の方が月を見るときにはね、高解像度化して見れるんじゃないかなと思います。もちろんセンサーサイズが 4K とフル HD の違いがあって、焦点距離のね、感覚で言えば、どちらかというとドワーフ3の方が不利なんですけれども、月のライブスタックをやるとね、ドワーフ3の方がシースターのライブで見ているよりは高解像度に見えるような印象がありました。まあもちろんね、色合いがドワーフ3の方はデフォルトだとね、白く見えてきます。それからシースターの方がちょっとね、オレンジっぽいっていうか黄色っぽいような印象があります。まあもちろんね、色合いをそれぞれ調整はできるんですけれども、デフォルトで出てくる映像として比べるとそんな色合いの違いがありましたね。皆さんはどっちの月が好きでしょうか？ドワーフ3は光景と焦点距離の割にはシースターの月よりも綺麗に見えるっていうのは驚きでしたね。そういう意味ではね、これからスマート望遠鏡を比較検討して購入しようと考えている方、月を比べてみるとシースターでもドワーフ3でも十分楽しめますので、この動画を参考にしていただければと思います。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。さよなら。えい、えい。